チヨシケです。ということで今回はですね、知らぬ間にやってる嫌われる行為10選ということで、こちらの内容でね話していこうかなっていう感じなんですけども、まあ初心者の方がね結構やりがちだとは思うんですけど、まあ上級者の方でもね知らぬ間にやってる方がいるかもしれないんで、ぜひ自分が当てはまらないかね確認してみてくださいということで、僕らのチャンネルではね検証系の動画を中心にいろいろな動画を上げてるんで、チャンネル登録まだの方はぜひ登録していただいて他の動画も見てくださいということです。それでは行きましょう。はい、ということで順番に話していこうかなって思うんですけども、まああくまでね僕と大江さんの思考も入ってるんで、まあ参考程度にご覧くださいということで、まず一つ目ですね。一つ目に関しては初動かぶせということで、まあねこちらに関してはまあ FPS 全般でねもう嫌われる行為としての代表例だと思うんですけども、まあこちらはね初心者の方が結構多いと思うんですけど、まあスクワットだったりデュオでね一つの街に降りた時に味方にくっついて家を漁ったりするとね、まあ野良の人だったりねフレンドに迷惑がられるということで、同じとこを漁るとねまあ物資の回収効率がすごく悪いんで、まあ同じ街にね違うパーティーが降りた時に相手は別々で回収してね武器とかアイテム揃ってるのに、こっちは固まって漁ってるからね、この人は回復があってこの人は武器が揃ってないとかって起こり得るんで、一つの街でもね味方の隣の家に降りるとか少し離れたとこに降りるようにしましょうっていう感じですかね。はい、二つ目ですね。二つ目は味方の前で撃ち合うということですね。まあ撃ち合いが始まった時にね味方が敵に撃ってるのにその前に立ってね撃っちゃう行為ですね。まあ気づかない時もあるんですけど、まあ僕も結構やっちゃうんですけど、味方からするとね見えねえよ邪魔だよってなるんでね、まあなるべくね撃ち合いが始まった時なんかはね周りをね一旦落ち着いてみて、まあ射線を広げてね撃ち合っていくのが大事かなっていう感じですかね。まあそうするとね重なって撃つことってのもなくなると思うんで、まあ味方の位置をねなんとなく把握しながら行動するってのが大事ですかね。お次は3つ目なんですけども、まあこちらに関してはあまりいないかもしれないんですけど、やり合ってる途中でね敵の位置を把握してなくて味方の蘇生をすることですね。まあ敵の位置が分かっててね、例えばスナイパーで仮に遠くから抜かれて敵がすぐ詰めてこれない場面っていうのはね、もうすぐ起こしちゃえば味方もねそのまま復帰できるかなっていう場面ってあると思うんですけども、もうそうじゃなくてね中距離とかで撃ち合って一人抜かれてすぐ蘇生入ったりとか、まあ敵がね詰めてきてるのに蘇生をそのままやっちゃったりっていう行為はねまあ良くないんでね、周りをよく確認した上で蘇生入れるといいかなっていう感じですかね。はい、お次は4つ目ということで、4つ目はね味方が撃ち合ってるのにカバーに入らないってことですね。まあ物資をずっと漁ってたりとかね別の方向を見てたりってのはまああんまり良くないですね。弾がなかったりね武器がない場合ってのはまあしょうがないんですけど、まあそうじゃない場合ってのはね漁ってる途中でもね切り上げて味方のね近くに寄ってカバーに入ってあげるとね味方もすげえ助かるなってなると思うんで、まあ味方が撃ち合い始めたのに自分だけ別に行ってたりとかね、もうずっとボックス漁ってるっていうのはあんまり良くないかなっていう感じですかね。お次は5つ目ということで、味方が倒したね敵のボックスを1番に漁るっていう行為ですかね。まあこれも結構ね嫌いな人は多分嫌うと思うんですけど、俺が倒したのに先に漁んじゃねえよってね思う人は思うと思うんですよね。なんでこちらに関してもね、まあ自分が倒した敵だったら多分いいと思うんですけど、味方がねもうほぼほぼ撃ち合って倒した敵っていうのはね、まあ漁らずにね味方がさっと漁った後をね漁るのがいいんじゃないかなっていう感じですかね。お次は6つ目ということで、まあ6つ目はね単独行動をすることですね。まあこちらはねさっきの味方のカバーに入らないっていう時にねちょっと被った内容ではあると思うんですけど、まあノラスクとかやっててねたまにいると思うんですけど、フライト一人だけ別の街降りたりとかいるじゃないですか。味方が詰めてるのに一人だけ引いてるとか、ノラでねスクワットやった時に何回かに1回はそういう街に当たるんですけど、やっぱりねアップデート入ってからね体力がだいぶ多くなったんで、一人ね味方がかけるだけでだいぶ戦闘が不利になるんで、味方に迷惑になるんで絶対こちらの行為はねやめましょうということで、お次は7つ目ということで、味方のデスボックスを漁らないですね。これに関してはねおよとやってる時僕結構ねおよのデスボックス漁るんですけど、まあこれはね通常でやると結構嫌われるんでね、多分およにも僕多分嫌われてると思うんですけど、味方がタグになって次のフライトで戻ってこれない状況ならね漁ってアンチ移動すればいい
のかなって思うんですけど、アンチ入ってて味方がねフライトで戻ってこれる状況の場合はね、漁らずにそのまま残してあげるとね、味方もわざわざ物資を周りの建物とか入ってね回収しなくても済むんで、そのまま置いておくのが一番いいのかなっていう感じですかね。お次は8つ目ということで、勝手に戦闘を始める行為ですね。まあ、味方がついてきてないのに一人で詰めて勝手に戦闘を始めてね、やられたら即抜けするやつとかいると思うんですけど、まあ、これに関しても結構嫌われるかなっていう感じで、まあ、忍者とかだとねグラップルで詰めやすいんでね、結構孤立しちゃうことってあると思うんですけど、味方がある程度ついてきてる状態での高所を取るとか詰めるっていう行為はいいと思うんですけど、まあ、明らかね戦闘始まったらカバーできないくらい離れてる場合はね、一旦待ってあげた方が良心的かなっていう感じですかね。まあ、一人で詰めてねワンパ壊滅できますっていう自信があるんだったらいいんですけどね、まあ、体力がめちゃくちゃ多いんでそれも結構厳しくなってきてるんじゃないかなっていう感じなんで、まあ、味方とねなるべく息を揃えた上で打ち合いを始めるっていうのが一番いいのかなっていう感じですかね。はい、お次は9つ目ということで、9つ目はね出会い中ですね。まあ、COD モバイルに関してはね野良で VC つけてって方少ないと思うんですけど、フレンドたちとね回る時とかにセクハラチックな発言だったりとか、まあ避けた方がいいんじゃないかなって思いますかね。まあ、めちゃくちゃ仲いいとかだったらいいと思うんですけど、うちの親さんはね高校の時は出会い中で、高校の卒業旅行友達4人で行ったんですけど、2日目みんなでねユニバの予定がね、その当時やってたオンラインゲームで知り合った大阪の JK に会いに行くってことでね、ユニバをブッチしてね大阪の女に会いに行くというねとんでもない行為をしてるのがね僕の相方なんでね、ぜひ皆さん気をつけてくださいということで、まあ、こちらもね嫌いな行為に含まれるんじゃないかなっていう感じですかね。はい、最後10個目ということで、まあこれは当たり前なんですけど、まあ、煽り行為全般ですね。まあ、暴言だったり舌打ちだったりっていうのはやっぱり嫌われる代表例ですよね。まあ、たまにねルールで舌打ちしちゃダメなんて決まってねえじゃんみたいなへりくつ言ってるやついるんですけど、まあ、ルールはないけどそれやられて気持ちいいって思う人っていないわけじゃないですか、ほとんど。まあ、いたとしても割合で言ったら少ないわけじゃないですか。まあ、なんで、まあ、一般的なマナーっていうか、まあ、モラルっていうのか、まあ、なんて表現したらいいかわかんないんですけど、まあ、常識ってね人それぞれ違うんで、いややらないのが常識だからとも言えないんだけど、まあ、好かれる行為ではないよねってことは確かなんで、まあ、あまりやらない方がいいのかなっていう感じですかね。はい、ということでいかがだったでしょうか。嫌われる行為10選ということで、皆さんはねいくつ当てはまりましたかということでね、まあおそらくねおよさんに関してはほぼ当てはまってるんじゃないかなって感じなんですけど、まあね野良スクだったりフレンドと回るときはぜひねこちら意識して気をつけてくださいということでね、この動画がね参考になったという方は高評価の方を押していただけるとね、僕らのね動画に対するモチベーションっていうのはめちゃくちゃ上がりますんで、よろしくお願いしますということで、今回の動画はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。